中京 TV スポーツ。実は愛知県バスケ王国と呼ばれていて、プロバスケットボールの一番上のカテゴリー B1 に所属しているクラブが4つもあるんです。今週末にはその4クラブが愛知ナンバーワンをかけて対決する愛知セントラルカップが開催。熱戦に先立ち、こんな企画で盛り上がっちゃいました。 B1 愛知4クラブ対抗、スリーポイントシュート何本入るか対決。各クラブを代表するシュートの名手が集い、30秒間のスリーポイントシュート対決。入ってる、やばいやばいやばい。果たして頂点に立つのはどの選手か。早速各クラブの代表選手にご登場いただきます。名古屋ダイヤモンドドルフィンズの絶対的司令塔、斉藤匠選手。三遠ネオフィニックス、高校時代にプロデビュー、若手のホープ枠川隼人選手。シーホース三河、B リーグ屈指のスリーポイントシューター西田雄大選手。ファイティングイーグルス名古屋、強いフィジカルを持つオールラウンダー内尾総理選手。実力者が勢ぞろい、各クラブ本気で勝ちに来ています。最初に挑戦するのは名古屋ダイヤモンドドルフィンズ斉藤匠選手です。はい、名古屋市を本拠地とする名古屋ダイヤモンドドルフィンズは昨シーズン B1 西地区優勝を果たしています。そんなチームを牽引したのが他者を寄せ付けないスピードと正確なスリーポイントを武器に持つ斉藤選手。さあ、客席の赤木アナどうでしょう。斉藤選手のどんな姿見たいですか。スリーポイント全部入れてほしいと思います。全部ですね、はいはい、斉藤選手、ファンの思いに応えシュートを全部決められるか。さあ30秒が始まりました。まず最初シュートを決めました。スリーポイント、まもなく10秒経過。さあ斉藤匠、トップバッターとのプレッシャーに打ち勝てるかどうか。どんどんスリーポイントを決めていく。さあまもなく残り10秒になる。さあ斉藤匠のスリーポイント、火を吹くかどうか。止まらなくなってきた、ファンのブーイング。そしてえぐい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 、ここまで振りすぎやて。残り10秒から驚きの連続ポイント。斉藤選手の結果は、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ斉藤選手の結果は10本です。この10本を乗り越えられるかどうか、いい基準になったんじゃないでしょうか。